新しい半導体人材を作っていくんだ、そういうまさにチャレンジングな新しいことに挑戦すると、こういう試みを政府が主導してやっていく。半導体産業への支援など経済成長の必要性を訴える自民党前職の宮内秀樹氏、過去4回の選挙を大差で勝利してきましたが、今回は裏金問題による逆風を受けています。宮内氏は所属していた二階派から受けたパーティー券のキックバック収入161万円を政治資金収支報告書に記載していませんでした。どうも、来ました。今度は結構シビアな。よろしくお願いします。いつもすみません。地域の有権者からも批判する声が上がっていると話していて、今回の選挙では誠実に臨む姿勢が重要だと考えています。ルール違反したことっていうのはやっぱり容認できないことなんで、まあ、ここは反省しますと。やっぱり誠実に謙虚にこの選挙に臨むっていう姿勢がやっぱり大切だと思うんですね。頑張ろう。さらに今回は県議会議長も務めた自民党所属の吉松元明県議が立候補を表明し、保守分裂となる見通しです。はい、おはようございます。2人の対立が深まったのは2012年の衆院選。この時いずれも自民党の公認候補に名乗りを上げましたが、選ばれたのは宮内氏でした。今回の選挙でも最終的に宮内氏が公認を得たことに対し、吉松氏は政治不信の払拭に反すると話しています。それこそ政治不信を払拭しようというこの自民党が今努力をしている中で汚点を残したと思っています。無所属での出馬を余儀なくされた吉松氏ですが、福岡4区を地盤とし、2人が秘書として支持した渡辺智義元衆院議員が支援に回っています。応援演説の中で渡辺氏は裏金問題の渦中にいる宮内氏を批判しました。政治で一番大切なのは何か、これはね、政治はやっぱりね、人格です。政治家の政治家が信用できるかどうかです。まだ2歩ほど私は後方を走っていると思っています。しかし27日までの間に十分追いついて、そして追いつけば間違いなく追い抜けるという自信を持っています。同じく裏金問題をめぐる自民党の対応を厳しく批判するのは、日本維新の会の前職阿部裕樹氏です。皆さん、犯罪なんですよ、裏金脱税は。私は訴えたい。この福岡4区にも裏金議員がのうのうと公認をされている。こういうのを許しちゃいけない。今月11日には馬場伸幸代表が応援に駆けつけ、安倍氏への支援を求めました。前回の衆院選は3位の得票ながら、全国的な維新の風を受けて比例復活を果たした安倍氏。今回は維新が推薦した兵庫県知事の問題などが逆風となり、厳しい戦いになると感じています。いつも厳しいですよ。僕8回目の選挙だけどね、厳しい。身を切る改革で改革をするんだと。私はね、改革のダイナマイトって言ってるんですよ。改革のダイナマイトで、皆さん方の怒りの火、炎をね、導火線に火をつけてほしいと。福岡4区にはびこる古い政治、それを一掃していきたいと思います。国民民主党新人の木の実良太郎氏は NHK の元カメラマンで、半年前から政治活動をスタートさせました。博多駅前に来ています。今日は参議院議員の河合孝則議員と一緒に街頭演説を行います。頑張ります。知名度アップのため自ら撮影した動画を編集し、毎日 SNS に投稿しています。
他の皆さんは結構地盤とかあるので、まあ、そこをどうやって追いついていくかっていう時にこう SNS で、まあ、コツコツ毎日毎日尽くしつつ出していって頑張ってきたと。好み氏は政治経験の少なさを強みに変えたいと話します。今まで全く政資経験がなくて政治資金も使ったことがない、逆にクリーンな政治ができると思ってますので、そういうことをやっぱアピールしていきたいなと思ってます。福岡4区には他にも社民党の新人で元築城町議の宋明子氏、参政党の新人で元国税局職員の幸平義弘氏が立候補を表明しています。明日公示される衆議院選挙、福岡県の小選挙区には過去最多の50人余りが立候補する見通しで、各区で激しい選挙戦が予想されています。国民民主党です。